ボス、大変です。人間がこっちに向かってきます。何？みんな、落ち着くち。こんな時のための訓練を思い出せち。ここは人里から離れているのに。人間め、我々の住処を奪いに来たちね。確実に仕留めるち。撃退したっちゃ。 おーい、クソハムちゃん。人間なんてどうしたことないっち。えへん。ボス、もう一体こちらに向かってきます。何やで。君の飼い主だっち。知らないでちゅ。ほじりほじり。とにかくこの場所を人間に知られたらまずいっち。人里に帰ってもらう。たくさりたくさり。ハムスターの匂いだ。クソハムちゃん。デッシュー。ヤバそうだち。デッシュー。みんな、おとなしく息をしとめるっち。ハムちゃん、ハムちゃん、ハムちゃん。クソハムちゃん。クソハムちゃん。死んだち。ズー。死んだでちゅ。もうじゃない。ハムちゃんが行きたい。自分の体を大きく見せて威嚇しているっち。クソハムちゃんのお友達かわいすぎる。みんな、今のうちに逃げろっち。もう逃げてるでちゅ。お名前はなんていうの。そんなものはないっち。ないってでちゅ。お洋服もすごく素敵だね。かっこいい。クソハムちゃん。名前ないならなんて呼ぼうかな。くり、自分で作ったっち。頑張ったっち。ボスがそんな名受け入れるわけないです。ボス嫌だった。嬉しいって。あ、夜ご飯のお使い行くの忘れてた。ママ怒るとめちゃめちゃ怖いんだ。また来るね、ハムピョン。うー、連れて行きたい。唐揚げ急げー。やっと出て行ったっち。人間と生き物は想像しくて嫌に。またね、ハムピョン。次はいつ来るっち？